皆様どうぞよろしくお願いいたしますえ、えー、おはようございます。えー、監督をしました、えー、杉田たきと申します。えー、本日は、えー、この朝早い時間から、えー、ご来場くださいましてありがとうございます。ご来場く o r いました。ありがと申しますおはようございます。ご来場くださいました。ありがと i ございま d I 来場くださいました。ありがとうございます。ご来場くださいました。ありがとうございます。ご来場 m ださいました。ありがとうございます。ご来場くださいました。ありがとうございます。 <laughs> えっとおおしいいいいただだき本当にありりがとううごごごござざまますすゆっくりお過ごしく過さはようございます、えー、私は第4章で幸子という女性を演じました並木昭恵です。 えこうして皆さんの前でご挨拶ができることを大変嬉しく思っております。本日はありがとうございます。ご視さんおはようございます、えー、と隣の 並木明恵ささんんと同じくく第4章でででののの演ずる幸子の夫役の彦で出ておおりますす松本勝ですよろしはい。ありがとうございます。えー、監督、今回この作品を、まあ初めてこの映画祭で 披う、なさるそしてあ、あの、あ、あ、えー、あ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 、 映画を作ったりしているわけではなくあのでも今回久しぶりに、えー、手がかりも長い状態からあの始めて、えー、一つずつゆっくりゆっくり作ったものがあのまたこうしてこういう場所であのお披露目できて、えー、皆さんにこうしていらしていただけて、えー、あやっとこの何年かやってきたことが形になるんだなと思ってうれしく思っております。 well, it's been six years since i uh, last released my uh, previous film, and i don't always uh, make films. it's been a while, and i started off uh, from a place where there was no clue, and i spent a lot of time gradually putting uh, this uh, film together. and so i'm very uh, grateful uh, to be able to present this uh, in uh, the film festival like this, and to have uh, such a audi big audience uh, to uh, come to see this film. so i'm really grateful that now uh, the film has taken shape. なるほどありがとうございます、えー、北村さんしーちゃん役第1話ですけれどもあの今日があの2回目の上演になるんですけれども1回目の、えー、舞台挨拶の時に感極まられて、えー、少し壇上でポロリポロリと、えー、いうことで今回はそのリベンジだということでいらっしゃったと伺ってますけれどもあのどのような。あ お気持ちでお気持ちでまあ、映画をご覧になったか、えー、そして、えー、この役を演じるにあたりましてどのような。えー <laughs>

えっとリベ,リベンジと言われると、またちゃんとしたこと喋んなきゃって思って緊張しちゃうので <laughs>、あの今日はもうちゃんと喋らなくていいやっていう気持ちで <laughs> リベンジの気持ちで来てます <laughs>。えっと。そうですね。あのやっぱ最初の前回1回目の上映の間、まああんな舞台挨拶になっちゃったんですけど <laughs>。でもやっぱ上映見てる間はすごい。 うん、幸せな気持ちでした。あのなんだろうい, <laughs> <laughs> いや、本当にあんなあんな舞台挨拶だってちょっと申し訳ないなという気持ちだったんですけど、お客さんが本当に温かく見ていただいたので、すごく幸せな時間でした。私もあ、いい映画だなって改めて <laughs> 思えたので、良い上映でした。Well, um, Try to uh, make uh, really good comments, and um, if you say revenge, uh, that makes me nervous. But I came to this stage uh, trying not to speak uh, nice things, so that's a revenge in my sense. And during the first screening, um, I, it made me really uh, feel happy uh, because I was feeling a bit sorry for uh, the uh, stage appearance I did before that. Uh, but the audience had uh, reacted really warmly, and uh, it made me feel once again that this is a very good film. 気を使ってこの演技挑まれたんでしょう。Well, uh, what did you really pay attention to、uh, in developing yourself into this role and also、uh, in acting this role in this film? あのー、まああんましないようにそこまで触れられないですけどタロット占いをできる女の子なんですよね女の人なんですけど、はい、だから何か <laughs> 見すかしてる感 <laughs> みたいな。<ー>なんていうんだろう。なんかそんなに言葉数多くないんだけど、あ<ー>なんか目でなんなんだろ見すかしてるというか。だからあんましそうですね、喋らない感じなんですけど、目力。はい。<laughs> well, I can't talk too much about the details, but the a girl I'm playing、uh, is able to do fortune telling using tarot cards, and because of that, I tried to um, uh.

演じるにあたって心教えてくとえが画をし緒に作くるのは初めてだったんですけれども監督の作品のイメージとしてあったのが 大体普通はこう俳優発信で日常という空気を作っていくということがあると思うんですが杉田監督の場合はあの実際にその街で暮らしていらっしゃる方が登場しましたり既にある日常に俳優が入っていかなくてはならないっていう作業がちょっと初めての経験だったのでとても新鮮でしたしまた難しくもあったんですけれどもいかにその日常を壊さないかという。 それがあのとても入り込めた時になんか家族になったような気持ちになれてとても幸せな撮影現場でした、mm hmm. oh, Well、uh, it was my first time to、uh, make a film uh, with、uh, Mr.Sugita the director and the image、uh, that he had with this film is that、uh, typically when we're acting the actors、uh, would create the atmosphere of the day-to-day day lives but this time with Mr.Sugita、uh, we We uh, were acting with the people who are actually living in that neighborhood. Uh, so, we, the actors, had to go into their lives. And that was very fresh. And at the same time, it was uh, difficult because we were afraid that we might destroy uh, the daily lives that they were um, uh, conducting. Uh, but once we were able to uh, really uh, go into and uh, be uh, merged uh, with that day to day uh, life, uh, it made me feel like we're a part of a family. And it was a very joyful um, shooting experience. ありがとうございます、えー、続きまして松本さんお願いいたします同じ質問で心がけられた点などクライアスキュータセンプクエッション中央三瀬松本まああのほぼ僕の言いたいことは並木さんが言ってくれたんですけれどもえー、まあ僕自身今まで俳優人生の中でこれほどそのソフトと言いますか繊細な役作りを今まではしたことがなかったのですごくあの えっと、僕の役者の人生の中でもすごくいい経験をさせていただきまして僕自身が見えなかったものを杉田監督に引き出していただいたということですごく感謝しております。う Well, I think um, Namiki-san pretty much uh, conveyed everything I wanted to say. Uh, but in my acting career, uh, I think it was the first time uh, to develop uh, such a soft and delicate uh, role, and so I think it was a very good experience for me uh, from my acting career uh, perspectives as well. Uh, because Mr. Sugita uh, pulled out something uh, that I didn't even notice, uh, too. So I'm very grateful. Thank you. 舞台挨拶としては最後にまた杉田監督お言葉を頂戴して、えー、よろしいでしょうか。その前に前回見た時も、えー、私舞台挨拶立ってるからなのか、はい、すごい暑くて、はい、あの一度お客さんに空調の具合を聞きたいなと思って,いては、はいえー、多分ここは特段暑いとは思いますが <laughs> <の>聞いてみましょう、えー、とちょっと今暑いなと思われる方あお一人あお二人 <laughs>

あの本日のえ舞台挨拶にはこの4人なんですけれども他にもあのたくさんの方が出演してくれていますあのその人たちの分も今日あの立つ気持ちで4人で来ました、えー、ちょっとあの他の舞台とかあの忙しくされてる方たちであの今回この4人ですけれどもあの皆さんと一緒にまたこの映画の時間を過ごせることを楽しみ